皆さんこんにちは、落合恵美子です。今日は京都大学の、立ち止まって考える、ご参加いただいてどうもありがとうございます。で、私は社会学者でして、松田先生が何回か前にお話しされましたけれども、松田さんの、同僚でした。で、今日は、私は、新型コロナから考えたことをお話ししたいと思います。では、画面共有をさせていただきます。はい、タイトルはケアリングソサエティ、どういう意味かは、お話の中でだんだん、分かっていくと思うんですけれども、新型コロナが露呈させたジェンダー問題とケアの危機を超えて、今日と、それから次回との2回でお話ししたいと思っております。で、まず、自己紹介です。文学研究科の教授をしております。で、社会学が専門で、社会史、ジェンダー研究というようなこともしてきました。いろんな領域をしておりまして、近代家族論、それからアジアの比較、徳川時代の歴史的な研究、現在は、このケアなど人間の再生産のために必要な活動を、社会科学の対象として位置づける、その、ことを研究の中心にしております。で、今日のお話は、そのあたりを、に関係することになってきます。で、著書としましては、ここに書いてあるような、ものを出版しております。さて、で、この、コロナ禍なんですけれども、で、この、新型コロナの感染拡大によって、家族の負担が重くなったというふうに、感じていらっしゃる方、どのぐらいいらっしゃいますでしょう。これが教室での授業でしたら手を挙げてもらえたりするんですけれど、ちょっとそういうわけにいきませんけれども、ちょっと心の中で答えてみてください。新型コロナによって、家庭の負担は増えましたか？飲食店のこととかは、よく言われていますね。それから雇用が失われたこととかですね。家庭の負担、これは、言われている場合もあるんですけれども、そこまで、浸透していないかもしれませんね。で、しかしこの振り返ってみましょう。この、コロナ対策として何がなされてきたか。で、昨年の3月2日に、全国一斉休校、というのが、突然決まりました。で、これはもう首相の鶴の一声でしたね。それで、急に子どもたちがうちにいることになって、家族は大変でした。その世話をするのでね。で、勉強も見なきゃいけなくなりました。で、でその同じ3月に、商店街とかスーパーマーケットが混んでるっていうのが、ずいぶん問題になったのを覚えてらっしゃいますか？で、東京都知事とか、大阪市長とかが、買い物で時間つぶしをしてる人っていうのを、ちょっと揶揄するようなことを言いましたよね。でも、あれ、なぜだったんでしょうか。その休校になって子供もうちにいます。で、在宅勤務になった、勤め人だった夫とか、女性もですね、家にいますね。と、みんなでお家でご飯食べるわけです。と、その買い物だけでも大変だ。それで、その商店街や、スーパーマーケットは混んでたんですけれども、そのことに気がつかない、政治家たちが多かったということが、この時に分かりました。で、さらに、1年経っても、コロナは収まらず、この4、5月には、この第4波というので、大阪が、ひどかったですね、その時は。で、自宅療養者が、急増したと。で、大阪で、1万5000人、という日があったと、いうことが、注目されました。で、しかしそれにはとどまらず、7月、8月の、現在のこの第5波ではですね、東京を中心にこの自宅療養者が増加してまして、で、それがまた全国に拡大していっています。もう関西、この大阪などは、
このその前のピークも超えました。で、あろうことか、この、菅首相が、重症患者以外の人は、自宅での療養を基本にするようにっていうようなことを言ったことがありまして、で、これは撤回されたんですけれども、大問題になりましたね。で、撤回はされましたが、事実上、病院に入れず、11万人、もう12万人、ほどの、人たちが自宅療養をしています。子どもが休校になったり、在宅勤務になったばっかりではなく、病気をしている、このコロナにかかった人たちも自宅療養しているんですね。では、その、世話をしているのは誰なんでしょうか。で、その世話をしている人たちは、仕事があったら休職しているんでしょうか。で、仕事を失わないで済むんでしょうか。そういうこと全く報道されていません。何でも、家に押し込んでおけば、解決するっていうような、病院とか、その自治体の、負担が大きすぎたら、何でもか、家族に任せておけばいいんだ、っていうような解決法ですね。今、日本で多く取られているのは。で、しかしそれは、そういう負担が押し戻された、その家族の中で何が起きているのかっていうのを見てないと思います。で、一体これは、持続可能な体制なんでしょうか。このコロナ禍での、家庭の負担の増大。で、しかしそれを見えない。それが見えない。で、それからそれを軽視する。そういう政策が打たれてきたということ。これが非常に大きな問題だというふうに思っています。さあ、そこで。私は、この緊急、調査というのを実施しました。もうこれ1年前、最初のことなんですけれども、昨年の4月にですね、ステイホームというのが、スローガンになって、みんながうちにいるようになったときに、それは一体、家族にどういう影響を与えてるんだろうか、ということを、調査してみることにしました。そこで、お茶の水女子大学の大学院生の鈴木七海さん、という方と相談しまして、急遽このウェブ調査を実施しました。で、本当に1週間で実施したウェブ調査で、ですからサンプリングとかしてあるわけではないんですけれども、とにかく緊急性が大事だと思いましたので、関心を持って答えてくれる人の回答を集めました。そしたら、関心が高くて、340人も回答してくださいました。で、女性が200人ぐらい、男性が130人ぐらいですね。で、どういう人が回答してくれたかというのの背景をちょっと知っておくために、ここにグラフを作ってみましたけれども、地域別の構成で言いますと、関東、特に東京ですね、それと、近畿がある程度あるという、東京圏とその近畿圏に、集中した、そういう回答分布になりました。で、在宅勤務というのが、大きな問題になったのはこの大都市圏ですので、このような結果になったかなというふうに思っております。で、それから、年齢構成で見ますと、大体働いている年齢の人たちが、均等に、答えてくれています。申し遅れましたけれども、この調査の対象者というのは、自分もしくは同居家族が新型コロナの影響により在宅勤務を経験した人、ということに、しています。ですから、働いている年齢の人が多くなるんですね。で、この人たちの家族構成はどうかということを見てみますと、ご覧のように、配偶者と子どもっていう人が33%で、配偶者が、だけという人が、23%で、1人暮らしがやっぱり23%。その他というように、これも、均等に分布しております。で、先ほど言いましたように、サンプリング調査ではありませんので、この全体が、どこかのだ、集団を代表しているというような、タイプのサンプルではありません。ですから、子どもがいる人は、どんなことを経験したのか、配偶者がいる人はどんなことを経験したのか。というように、そのタイプ別に分けて、その経験を特に見ていくようにしたいと思います。
では、これが最初の回答ですね。在宅勤務で困ったこと。で、これは、その在宅勤務で困ったことを、自由に回答してもらう、形で、質問しました。で、それをアフターコードと言いまして、後から、私と鈴木さんで、これは何について困ってるというので、この分類していったんです。で、そうすると、大体ここに書いてある、その6つぐらいに大きく集まりました。家族関係、青色ですね。家事、育児で困ったがオレンジ。で、生活習慣で困ったが、グレー。で、それから精神状態、住宅環境、仕事関係、というのに大別することができました。で、男女別、それを合わせたもの。が、示されていますけれど、ここから、何が読み取れるでしょうか。まず皆さん困っているのは仕事関係なんですね。で、その他に、困っているところで、生活習慣、その運動不足になるとかですね。ですから、公園に人が集まるとか、一頃言われてましたけれども、で、今も人が集まるからというので、公園を閉めていたりするところもあるんですけれどもね、この、生活習慣で問題がある、運動不足になっているっていうのは、皆さん真剣に困っていることなんですよ。ですから、密を避けるために、公園を閉めればいいんではなくて、安全な方法で開くっていうようなことを考えたらいいんじゃないかと思うんですけどもね。でさ、今の2つが男女とも、困っていることの1位と2位です。さあ、次を見てみましょう。女性と男性で、随分違うところがありますね。この、家事育児というのと、家族関係という。で、ここで困っている人たちが、女性ではその20%ぐらいいますけれども、男性ではその半分以下です。どうも、男女で、経験が違うこともあったようです。では、この内訳を見てみましょう。子供のあるなし、で、それから子供が休校中かどうかということで、男女を分けてみました。で、そうしますと、この、家族関係とか、家事育児ということで困っているというのは、子供がいる人たちだということが見えてきます。子供のない人っていうのは、ほぼこれで困ってないですね。その女性もそれほど困っていません。子供がいる男女、特に女性ですね、が、この家事育児の負担が増えたこと、で、それから家族関係が悪くなったということで困っています。では、どのようなことで困っているのか、もう少しその具体的に見てみましょうか。この右側に、この自由回答の、例が、書き抜いてあります。で、例えば、家事の量が増加して、子供の世話と子供の勉強を見ることが増えたところに、仕事量は変わらないので、睡眠時間が激減したというような、これは女性の発言です。こういう、ことが、言われてますね。で、保育園に預けられなくなったので、家で夜間勤務してるとか。この、働いてる女性は、子供が休校になったことで、本当にその昼間仕事ができなくなって、睡眠時間を削って、会社の仕事をした、ということが、もうかなり一般的なこととして分かっています。で、じゃあ夫はどうしてるかというと、夫は自分の仕事部屋で集中できています。私の方は家事、子供の面倒を見ながらの仕事なので、全く集中できずはかどりません。こういうその男女の経験の違いというのが見えてきます。このように女性に負担が集中したんですが、それはその女性の、心にも影響を及ぼしました。この3月に、昨年の3月ですね、めぐみクリニック、目黒、というところの小野直美院長が、このようなことを、報告していらっしゃいます。3月以降、原因がはっきりしない頭痛や胸の痛みなどを、訴えるが、患者が増えてきたんですね。で、その人たちはその家事や育児の負担が増えたことをストレスに感じている。
で、こういう人たちは子どもが休校になっていて、在宅勤務となった、夫が家で、仕事をしている。在宅勤務っていうのは、もともと主婦である女性にとったら仕事が増えることなんですよね。その家族の世話をするのが仕事というところがありますので、もう毎日毎日一日中家族の世話をしなければならなくなった。それで、ストレスを感じている人が随分、増えた、という早い時期の報告です。で、特にこれで困っている女性というのは、良妻賢母型の方だっていうんですね。その家庭内のことは女性として母として、しっかりやるのが当然というふうに思って、頑張りすぎている人。ところが、夫にはその頑張りが見えてないんです。で、そこで、ストレスが募っていく。で、この小野院長は、こういうストレス状態というのが、短期間ならともかく、何ヶ月も続いていくと、身体症状にもなって現れてくる。で、これが増えてくることが心配だっていうようなことを、去年の、5月時点で、テレビの、取材に答えています。で、悲しいことに、この、小野院長の、予言は本当のことになりました。去年の秋、10月頃ですね、この女性の自殺率が激増しました。で、男性も、コロナで、普段よりも、多く、自殺、しました。で、しかし女性の方がこの自殺の増え方が多かったんですね。で、それが随分話題になりました。で、ではその仕事を失って、自殺したんだろうかというふうに、そのよく事情を見てみますと、失業したからというのではなくて、仕事がない人も随分なくなっている。で、かつその一人暮らしで、孤独で亡くなっているのかというとそうではないんですね。その家族のいる人が、亡くなってるんです。家族のいる女性が、自殺した。そのことが見えてきました。で、これは、まさにこの、小野院長が、危惧したような、在宅勤務、このコロナ禍で、家族に負担が集中して、で、それが特にその、女性の、負担になったという、ことの、結果だったのではないでしょうか。で、ここには書いてはありませんけれども、ドメスティックバイオレンスが増えたというのも、報道されましたね。去年は、みんなが家にいて、その前の年よりもドメスティックバイオレンスが、はっきり増えています。で、家にいて仕事をして、で、先ほど見ていただいたように、仕事で困っていること多いんですよね。で、うまくいかない、イライラする。で、家族に当たる。ですからその、夫の、ストレスの吐け口にも、されてしまう、そのようなことで、特に女性が、心身ともに追い詰められた、ということが、このコロナ禍の中で、起きてきたのではないでしょうか。さあ、ところがですね、この在宅勤務は、良いことも、連れてきたんです。在宅勤務で良かったことというのも尋ねてみました。これも自由回答で、で、後から分類しまして、この6つに、分けることができました。で、一番良かったことは、通勤時間が、減ったことですね。そりゃそうですね。在宅勤務なんですから。で、男女ともそうですね。で、その次に良かったことは、家族関係なんですよ。どうですか？意外じゃありませんか？先ほどはその家族関係が悪くなって、特に女性たち困ってましたよね。しかし、家族関係が良くなったのが、この在宅勤務で良かったことだと答えている人も実は多いんです。男性のみでなく女性も。で、例えば、家族と過ごす時間が増えた。会話の時間が増えたんですね。で、というようなことを言っています。で、子供を急かすことなくのんびり家で過ごせるというような、のもありますね。では、これもまた、細分してみましょう。配偶者の、あるなし、で、それから子供のがあるかどうか、
というので、男女を分けてみました。そうすると、また、パターンの違いがはっきり見えてきましたね。で、この先ほどその一番多く上がったのは通勤時間だって言いましたけれども、実はね、この配偶者がいる人で、それから子供がいる人に限ってみると、通勤時間じゃないんですよ、一番は。一番は、この家族関係が良くなったことなんです。この子供が、いる人では、特にそれが、高いですね。で、男女で比べてみますと、そのまあ男女ともその、配偶者がいたり子供がいる人は家族関係が良くなったっていうのが、まあ、一番なんですけれども、特に男性ではそれが高いです。で、特に、男性で子供のある人はもうこれがもうダントツ一番ですね。よっぽど、幸せだったんですね。で、この、下に書いてある例ね、デスクを作り、自分は勉強。娘は勉強、自分は仕事をしながら対面で時間を過ごす時間ができたことで、会話が増えた。なんか楽しそうですね。そのデスクなかったんですね、うちに。で、娘さんと共有するデスクを作って、で、喋りながら仕事と勉強している。なんか本当に幸せそうな、まあ、すごい新鮮な経験をしているというね、そのお父さんの、心の、高揚のようなものが伝わってくる気がしませんか？で、実際、まあ、男女とも言ってることが、その、平日ゆっくり夕食を一緒に取れるようになった。で、これは本当に稀有なことなんだっていう人、ことを多くの人が書いています。結婚して二十数年来初めてです。笑いっていう、こと書いてる女性もいたんですけれども、そのぐらい、まあ、普段、長時間労働なんですね。で、うちにいないんですね、お父さんね。で、お父さんと、夜ご飯が一緒に食べられるっていうので、こんなに、感激されちゃってるっていうことがわかると思います。で、お父さんもそれが嬉しかった。それで、家族関係が良くなったっていうのに、こんなに、回答が集中しているんでしょうね。で、しかし、今のように、話してきますと、ちょっと不思議な感じがしませんでしたか？一方ではその家事負担が増加して、家族関係が、まあ、ギスギスしたと、で、家族関係が悪くなったっていうふうに、困っている人もいます。ところが、他方では、家族関係が良くなったといって、もう本当幸せそうな人もいるわけなんですね。じゃあ一体この家事負担が増えることと、家族関係が良くなったり悪くなったりすることは、どういう関係があるんでしょうか？ちょっと考えてみてください。で、私とね、鈴木さんが、最初に考えた仮説はこうだったんですね。その自分でする家事が増えた人は不満に思ってるんじゃないか。で、自分の家事はあんまり増えてないで、家族と、過ごせるようになったっていう人は、幸せだと思ってるんじゃないかという、最初はそういう単純な仮説を、持ちました。で、ところが、調べてみると、どうもそんな単純な関係ではないんです。で、このグラフ、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、これどうなってるかというと、配偶者のある男女だけを、選んで、集計しています。で、配偶者のある男女を、のうち、自分の家事、育児、あ、自分の家事負担が増えたというふうに認識している人を、まあ、選びました。で、この、青い色のところは、女性で配偶者のある人、全体ですね。家事負担が増えたと思っている人もそうじゃない人も含めて、その全体がどう回答したかです。で、それに対してオレンジ色は女性で配偶者のいる人で、かつ、自分の家事負担が増加したと、感じている人、その人たちの回答がオレンジです。で、グレーと黄色は男性の回答で、で、グレーは配偶者のある男性一般で、で、黄色は、配偶者がいる男性で、そのうち、自分の家事育児負担が増えたなと感じている人です。
ですから男女とも、ただ配偶者がいる人と、その配偶者がいて、かつ、自分の家事、育児負担が増えたなっていうふうに認識している人が、どのように感じ方が違うかというのを比べました。で、じゃ何を比べたかというと、この左側の4本の、グラフは、家族関係が向上したと思っている人の割合です。で、右側の4本のグラフは、家族関係が悪化したというふうに、考えている人のグラフなんですね。で、面白いことはね、ここなんです。その家族関係が向上したって、この左側を見てください。自分の家事、育児負担が増えた人は、家族関係悪くなったと思ってますか？その私と鈴木さんの仮説だと、まあそうだったんですね。その自分にばっかり家事が集中しちゃって、なんか家族はよくやってくれないわ、本当に嫌だ、みたいな感じで、で、まあそうね。で、あとなんで、僕まで家事しなきゃいけないんだよ、みたいな感じで、不満を募らせているのかなと思ったら、逆でした。家事、育児負担が増えた、人は、男女ともですね、ここが面白いところです。男性もなんですよ。家事、育児の負担が増えた男性も、家族関係が向上したと思っています。女性もですね。で、先ほどの、デスクを手作りした男性なんて、家事、育児負担増えましたよね。デスクまで作ってるんですからね。でもそれによって、なんか家族関係良くなったなっていう、その手応えがあったんでしょうね。で、いつもより力を入れて、食事を作ることができたって言ってる人もいます。いつもより時間がかけられる。それでみんなのが楽しかったとか書いてる人もいるんですね。で、家事に時間がかけられること、でそのことでみんながハッピーになれた、という、印象を持ってる人が男女とも多い、ということが、ここで分かりました。さあ、ここから、皆さんなら何をそこから言いたいと思いますか？家事育児っていうのはね、嫌なことじゃないんですよ。100%嫌なことで、できれば減らした方がいいっていうものだったら、その負担が増えたら、みんな、いい気持ちはしないわけですね。で、ところが、家事育児負担とかいう言い方しますけど、生活そのものですよね。で、生活に時間がかけられたっていうことなんです。で、育児っていうけど、まあ、子どもとの関わりの時間でもありますね。で、そうすると、生活に食べることや、その子どもとの関わりに時間がかけられたら、まあ、幸せだと、いうことを言ってるんであれば、これ非常に自然なことですね。で、この、家事や育児について、話すときに、それを負担っていうふうに言っていると、ことの大事な一面を見落としてしまうということが、ここから分かります。減らせばいいものじゃないんだと。で、時間をかけたらそれなりに楽しいんだ。でも、時間がかかりすぎたり、忙しかったり、で、それから負担が不公平だったりしたら、まあ、やっぱり不満になるんでしょうね。で、それがこの右側の、家族関係悪化という方のグラフに表れていると思います。で、これを感じているのは女性だけなんですね。女性で自分の家事、育児負担が増えたと思っている人は、家族関係が悪化したと思っている人も多いです。この右と左矛盾しませんからね。違う人たちが感じている、ということで、まあ、矛盾しませんので。この家事育児というのは、その時間をかけなければいいわけじゃないけれども、かけすぎても、また、ある条件によっては、人々の関係を悪くしてしまうものだということが、ここから見えてきます。では、一体何が道を分けるんでしょうか。この自分の家事量が増加したっていう人を今選びましたよね。で、しかし、家族関係が向上したって思っている人と悪化したと思っている人に、まあ、分かれてしまっていたんですよ。じゃあ、
これを分けたのは何か知りたいと思いませんか？それで、その自由回答の中身を、詳しく、検討してみました。で、そうしますと、家族関係が向上したって考えている人の中には、妻が日頃やっている家事の中身が分かったっていう夫ですとか、で、それから家事・育児負担が妻の私に集中している現状について夫と深く話し合うことができたっていう妻とかがいるんですね。で、この、家事・育児負担、今までだったらその見えないところでされてたわけですよ。それが目の前でされるようになったわけですね。で、それについて認識できて、で、あ、なんとかしようよ、ちょっとあんまり不公平だねっていうようなことに気がついた、カップルですね。そういう人たちは、その関係を変えて、で、結構ハッピーになることができたみたいです。で、それに対して、家族関係悪化というふうに認識している人は、どんな回答をしているかっていうと、甚だしいのはこんなのですね。そのオンライン会議のスペースが家にはないので、家族を外に追い出さなくてはならなかったっていう夫ですけど、これじゃ本末転倒ですよね。何のための在宅勤務なのか。で、対して妻は、在宅勤務と聞いて、子供を少しは頼めるかと思ったが、夫は単に家で仕事のみを、するだけだったと、こういう不満があります。つまり、普段の働き方を全く変えていないんですね。そのオフィスで働いている時と全く同じ効率で同じように、仕事をしようとしている人たち。で、それはやっぱり、鬱陶しいですよね。その一緒に住んでいると。で、融通が効かない。在宅勤務の良さを生かせない。ということで、家族関係が、悪化したんじゃないでしょうか。で、こうしてみますと、この、家族の中でのその家事、育児分業の見直し、これが、できたかどうかということによって、この道が分かれたのではないかということが見えてきます。さて、この調査からは、この在宅勤務の効果の両面性ということが見えてきました。在宅勤務は、その、いいことも生むけれども、悪いことも生む。で、この、在宅勤務っていうのは、ケアの可視化と、ワークライフバランスの、強制的な実験になった、ようなもんなんじゃないでしょうか。で、ケアの可視化っていうのは、普段は見えていないケア、ケアロードが、見えたってことですね。で、見えてみますと、夫婦在宅勤務でも、夫の仕事優先で、妻に家事の、過重負担がかかっていた、という、実態でした。で、これは、その、ケア負担が見えた。で、それから普段からその、ジェンダー不平等な、分業構造になっていたということが、露呈したということです。で、いつもそうだったのが、より、激しい形で不平等が見えた。で、しかし見えたっていうことはチャンスでもあるんですよね。調整するための、チャンスにした人たちもいます。で、それから、在宅勤務は、ワークライフバランスの、強制的な実験でもありました。で、在宅勤務はすごく大事だというふうにね、そのワークライフバランスのためには。で、前から、政府なども推奨したりもしていたんですけれども、全然普及しませんでしたね。で、今回それが、無理やり普及したと。で、そうしてみると、その家事やケアに時間を多く使うようになったんだが、これが意外と楽しかったっていうのが見えてきました。で、先ほども言いましたように、家事やケアっていうのは生活そのものなんですね。で、量を減らす方がいい、負担というものとはちょっと違います。で、在宅勤務というのはやはり、ワークライフバランスに、プラスに作用して、家族を幸せにする効果があるということが、見えたのではないでしょうか。ある意味コロナが連れてきた新しい働き方ですよね。で、このように、在宅勤務の、ポジティブな効果、ネガティブな効果、
その両面の効果というものが、見えたわけですが、で、これはその私の調査だけではなく、他の人たちが、日本で調べたことでもそうですし、それから、世界の、いろいろな国でも報告されているんです。今日はその具体的な例を挙げませんけれども、本当にその驚くぐらい似ていました。で、在宅勤務をしてみたら、すごく、みんながニコニコするようになったとかですね。で、しかしその不平等なその負担で、その女性たちが本当に悲鳴を上げているとか、そういう同じようなこのセットになったこの発見が、世界のいろいろな国から、報告されていました。だからこれはある程度だから一般的な一般化できる、発見だったんですね。で、それであれば、その在宅勤務は、その幸せな新しい日常にも、不幸な新しい日常にもなりうるわけですよね。では、それを、幸せな新しい日常にするにはどうしたらいいかというと、家族内での、ケア、家事の分業の見直しをちゃんとするということ。これが一番ですね。で、しかし、それが可能なためには、職場も変わらないといけません。引用を今日しませんでしたけれども、ひどい夫の上司っていうのが出てきました。その自由回答の中に。その、いつも、オンラインでこの画面をオンにして、座ってなきゃいけないっていうふうに、その管理している、上司っていうのがいたんですね。これピリピリしますよね。その普段デスクで仕事をしている時以上に監視されてると思いませんか？それで、子供が、泣いてるから何しようとか言って席を立ったらすぐ、見えてしまって指摘されてしまうわけなんです。で、こういう、この管理もですね、多分真面目な上司なんでしょうね。で、在宅勤務でも、ちゃんと、管理するにはどうしたらいいかって考えてそうしたんですが、これは、不正解です。で、在宅勤務に向いた、効率的で、働きやすい、管理の仕方があるはずですね。で、それを、職場の方でも見つけてほしい、上司も適用してほしい。そうすることによって、家での働き方は、飛躍的に良いものになるんじゃないでしょうか。で、それからもう一つ、重要なのは社会的ケアです。社会的ケアというのは、保育園とか、で、それから学校をそういうふうに言うこともありますけれども、子どもたちの世話をしてくれたり、で、それから介護なんかも含まれますね。施設で介護をしてくれるとかですね。それを社会的ケアと言いますが、で、これを、安易に占めない、この重要性は見えてきたと思います。で、今思うと、去年の3月に学校を、全国一斉休校する必要なんか全くなかったですよね。しかし、それを知ったことで、どんな大きい影響があったか。仕事を失った人もいるんですね。このあたりはまた来年、すいません。来週お話しますけれども、そういうこともあったんですね。で、しかし、全国一斉休校を決断した時の、政治家たち、特にその首相の頭の中には、その、子供を家に帰すのは別に当たり前だ。特にそれで負担が増えるわけじゃない。家庭生活は、特に変わらないし、もしかしたら抱っこし放題で、幸せなばっかりなんじゃないかと思ったかもしれません。で、しかし、今の社会というのは、社会的なケアがあって、学校があって、で、子どもたちが昼間そこにいて、で、それから親たちは昼間別のことをしているというふうに、仕組みができていたんですね。ですから、子どもが家にいたら看護師さんだって働けなかったんです。で、そのようなその社会的ケアが、今のこの社会を回すための、重要な、一部分になっているということ、それを認識し、安易に占めないということ、これは、とても重要です。で、もちろん、そこでの、その、先生たちとか保育士さんと
たちの、仕事の軽減、もちろん大変になりますからね、その感染負担が、高い中で、このソーシャルケアっていうのを続けるっていうのは大変なことですので、そこにちゃんと配慮すること、でそれから、現在は、子どもたちに感染が広がってますよね。で、また新たな状況になっています。ですから、開け続けておくことが善だというふうに、常には言えないのかもしれませんけれども、しかし、学校や保育園などを閉めたら、とっても大きな、負担がその社会の側に、特に家族の側にかかってくるということ、それを、認識しておくというのは重要なんじゃないでしょうか。今のは在宅勤務についてのお話でしたが、そこからもう少し掘り下げて考えてみることができます。で、今回の、コロナ危機は、ケアの危機というべきものを、私たちにその見せてくれているんではないでしょうか。ケアという言葉は、ここではその日常語よりも、だいぶ広く使っています。ケアって日常語で言うと、高齢者のケアには使うけれども、子どものケアってあんまり言わないとか思うかもしれませんよね。でも、英語圏でのケアとか、それから、社会科学の言葉としてのケアというのは、もう少し広い概念なんです。で、どういう概念かというと、生命と生活を支える活動、それを、ケアと、呼んでいます。で、それは無償労働も有償労働も含む、だからうちでする、育児も、それから保育園でしてくれていることも、含むんですね。で、子どもの世話、高齢者や病人の世話が含まれますし、それから家事も含みます。で、家事っていうのは、普通にはそのケアって言わないかもしれませんけれども、やっぱりその、生命や生活を支える活動ですよね。ですから、そうね、育児、子どもの世話をするためには、子どもに食べさすものを作らなきゃいけない、その買い物も行かなきゃいけないですよね。ですから、その家事と言われるものもセットにして、やっぱりケアだというふうに考えるべきだと思うんですね。その、命をサポートする活動というふうにね。で、それからケアというと、その弱者のケアのことをまず考える人がいると思いますけれども、それに限定されるわけではありません。自分よりも強い者の身の回りの世話をさせられてるってことは、よくありますよね。で、それから自分自身のケアというのも含みます。で、このようにその、ケアという活動が、を私たちは日々しているわけなんですが、このケアが不可視化されているっていうのが、この現代社会の仕組みなんではないでしょうか。不可視化、その見えなくされてるんですね。で、そのケアの価値というものも、ケアの負担というものも、不可視、見えないので、ちゃんと測れない。だから、その、ケアしきれない状況とか、それからケアをしている人が疲弊してしまう状況というのが生まれてくる。と、したがって、持続可能なケアの供給体制も作れない、こういうことが起きてるんじゃないでしょうか。で、これは、普段も、そういう面があるんですけれども、少子化してますよね。これっていうのは、実はこの表れだというふうに、私は考えますが、今回のそのコロナ危機でそのケアの必要が増えたことによって、その病人も増えましたし、でそれから、在宅勤務とか休校によって家にいる人たちも増えましたね。そこでその、ケアをしなければいけない場面が大いに増えることによって、この不可視であるケアの負担っていうものがさすがにこの見えてきた。どうもうまく回ってないぞっていうのが見えてきた。これが、この1年間私たちが経験したことなんじゃないかと思うんです。で、その最たる例が医療崩壊です。その医療崩壊、医療っていうのはメディカルケアって言いますよね。だからケアの一部なんですよ。で、ケアのうちの、その、医学の専門家たちが、してくれるようなタイプのケア、それがメディカルケアですね。で、今、この医療崩壊して、
で、そのケアしきれなくなってますね。その病院に入れられないから、自宅にいるわけですよね。で、それからケアラーが疲弊している。今、本当、お医者さん、看護師さんたち、本当、疲弊していますね。で、しかし、それに対してどういう対策をとってますか、この社会は。頑張れとか言ってますよね。で、医療従事者に感謝すると言ってみたり。で、しかし、とにかく頑張ってください。その、感染者用の、病床数が少ないので、もっとその数を増やすようにっていうふうに、今度政府は今命令してますね。だから頑張れ、もっとやれっていうことを、命令するだけなんですよ。その、このケアが不足している、ケアがパンクしそうな時に、それだけなんですよ。で、この自宅療養だってそうですよね。その、もう、病院の方がパンクしてるから、自宅で、やってくれと。つまりその、ケア負担っていうのが見えないんですね。見えなくて測れない。だからどのぐらい、そこに押し込んだら破綻してしまうのかっていうのが見えないから、押し込んでみて、押し込んでみて、それでも持ちこたえろ、頑張れっていうふうに言ってるっていうのが、今の、この社会がしてる対応なんじゃないでしょうか。で、例えばその経済を回すって言ったりしますね。で、まあ、GoTo キャンペーンなんかもありました。で、それから、オリンピック、パラリンピック、まあ、実施してますね。で、まあ、その、まあ、どちらにもその良いことはあるでしょう。その経済大事ですし、オリンピックを、パラリンピックをする意義というものも、まあ、あることはあるでしょう。で、しかし、そういうその良いことを実施するために、どれだけのコストがついてくるか、どれだけのケアをしなければいけなくなるか、ケア負担がどれだけ増えるかということ、それをちゃんと、推計して手当てしたんでしょうか。で、まあ、多少したと思いますけれども、あまりその正確に推計せず、予算もつけず、支援もせず、頑張れって言ってるだけっていうように、どうも見えます。で、これは、まあ、現在のその、政府の批判しているだけではなくてですね、そのケアというものをが見えないで、それでその社会全体を運営すると、社会が動かなくなるという、その例を私たちはこの今見ているということが言いたいんです。それを見せてくれたということが、もしかしたら、この間のオリンピックとかの意義だったのかもしれません。で、現在は、ですから、このケアを包摂する、社会を作ることが必要である。で、そのためにはケアを包摂する社会科学というものを、を確立しなければいけない、というふうに、真剣に考えて、頑張っています。今まででしたら、例えば経済学はですね、まあ、市場化されたものを中心にその経済っていうのを考えてきました。で、しかし市場化されないもの、家庭の中でされている家事、ケアというようなものにも価値があって、で、しかもそのある程度以上することは無理なんですね。破綻してしまうんですね。だから多分数量化して、それも、全体のシステムの中に位置づけることができます。で、そういうことをすることによって、そのケアを包摂する社会が作れるのではないでしょうか。で、このケア問題っていうのは環境問題と実は同型なんだということを一言言っておきたいと思います。で、環境問題っていうのは、そのこの資本主義システム、まあね、資本主義じゃなくてもいいんですけれども、この、社会を中心になって動かしている、まあ、経済システムがありますね。で、その経済システムの、外に置かれてきましたね、環境っていうのは。で、まあ、どんなに、空気を汚しても水を汚しても、それは自然浄化作用があって、まあ、元に戻る。だからどんどんそのシステムの外に排出してしまえばいいんだっていうのが、その、環境問題の根源でした。で、実際はその自然浄化にもその、限界があって、で、さまざまなその、汚染の問題が出てきたわけなんですね。それで今はその、その環境も経済の中に組み込むというような考え方が出ています。ですから、何かの排出権の売買とかいうこともしてますよね。
で、そういうその、環境に対するそのネガティブな、効果みたいなものも、ちゃんとその、価値を測ろうっていうようなことを言った、まあ、日本で、それを最初に非常に目立つ形で言ったのが、この宇沢博文先生の、自動車の社会的費用という本でした。で、それと同じようなことが今、ケアについて起きてるというふうに考えると分かりやすいんではないでしょうか。で、今まで、この社会は、そのケア負担というものを、見てきませんでしたし、測ってきませんでした。で、ケアっていうものは放っておけば自然にその家庭の中で、誰かがやるもんだと。で、大抵その女性がやるもんだと。で、まあ、このシステムの中でうまくできないようなケアは、どんどんその家庭にその押し込んでしまえばいい。そしたら、まあ、なんとか頑張ってやるもんさと、いうふうに思ってやってきたけれど、それでは回らないっていうのが今見えてることなんじゃないでしょうか。で、その、ケア、ジェンダー、ということに、注目して、これを理論化したのが、この写真のマリア・ミース、という、研究者です。ドイツの方です。で、国際分業と女性、という、本がありますが、そこで言ってるのはまさにこういうことなんですね。まあ、環境、女性ケア、それから第三世界、で、そのあたりをそのシステムの外部にして、で、それ、その外部のものが持続可能であるかどうかってことは、まあ、気にせず、この、システムは運営されてきましたけれども、それでは回らないんだ、ということをはっきり理論化したのがこの本です。で、まさにそこで言われているような状況が今起きてるんじゃないでしょうか。で、実は、この、まあ、外部に置かれてきたって言ってきましたけれども、それを、完全に外部には置いてない国ももうすでにあるんですね。で、ケアが見えてる、国、それを前提にして、政策を作ってる国っていうのが実はもう、あります。で、例えばね、今回、のコロナ対策でででは、スウェーデンはその日本と並んで、緩めの対策をしてきたって言われてますけれども、休校はしなかったんですよ。で、これはなぜかということを大使館の方とお話ししましたが、すべての政策は実施前から、ジェンダー効果を推計してから実施するというのが、慣例になっているんだそうです。もうすべての政策は。で、この休校をすれば、その女性に大きな負担を強いる。で、社会が回らなくなるということが、事前に予想されたからもちろんしませんでした。だってちょっと考えれば分かりますよねっていうふうに、スウェーデンの大使館の方はおっしゃっていました。こういうふうに考えた国もあるんだ。ジェンダー効果の、政策のジェンダー効果の推計っていうのは重要だなっていうふうに学びました。で、それから、ニューヨークでは、休校はしたんですが、この休校中も、給食を作り続けて、で、それをその、お弁当にして、学校の児童とか、それからその地域の必要としている人たちに配布を続けたそうです。で、給食に栄養的に依存している人たちがいるんだということ、貧困な人たちはその給食がなくなると困るということ、それをよく分かっている政策ですね。で、かつこのことによって、給食業者の人たちの、雇用も支えられました。日本も給食だけ作るってこともできたと思うんですよね。これからでも、もしそういう場合があったら。で、それから韓国では、感染拡大の初期から、この右側のこの写真にあるような、こういう生活物資というものを、まあ、自己隔離しなきゃなんなくなった人には届ける、そういう仕組みが、早い時期から機能していました。で、日本はね、これ今はやってるんですけど、最初はなかなかやらなかったんですよ。で、いくつかの自治体が始めて、で、今はその自己隔離、ではなくて、今はもう自宅療養ですよね。その自宅療養の人たちに、生活物資のセットが届くようになってるそうですが、まあ、5月に大阪で、自宅療養してきた、人に、聞きましたら、これが届いた日は、もう、彼がその療養期間が終わりになった時だそうです。つまり、全然間に合わないそうです。で、この、
生活物資が届くってことは、その買い物に出る人が、誰もいないような状況では、だってみんな、濃厚接触者になってるんですからね。非常に、必須なことなんですが、誰かが買い物に行かなければ生活物資は手に入らないっていうようなことも、ピンときてない、と、こういう政策が後手後手になるんだろうなと思います。で、こういうようなことを、総合したのがニュージーランドの幸福予算と言われているものではないでしょうか。GDP を増やすっていうだけではなくて、その人々の幸福を増やすためにはどこに予算をつけたらいいかというようなことを考えて予算編成をしているのだそうです。で、日頃からこういう発想ができている国では、このケアというものにちゃんと予算がついて、ちゃんとその手配ができていく。で、それがこのコロナ危機でも効果を発揮したというようなことが言えるんではないでしょうか。じゃあ、ちょっと長くなりましたけれども、今日のお話はここまでにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。すいません。じゃあ、ちょっと時間延長になるかもしれませんが、お時間のある方はお付き合いください。ご質問いただいているのは、在宅勤務は世代、職種に偏りがありそうですね。都市部、地方でも異なりそう。という質問が来ています。ですね。これはね、重要なポイントです。オフィスワークの人、でないと、在宅勤務できないわけなんですよね。エッセンシャルワーカーというような言い方がありましたけれども、在宅勤務では済まない仕事っていうものが、もちろんこの世の中にはたくさんあります。ですから、この在宅勤務の推奨っていうのは、それができる人とできない人に、ちょっと社会を分けてしまうというところもありますね。で、ですから、その在宅勤務をすれば、全てが解決するわけじゃないんですよ。で、しかし、在宅勤務を、できる人たちはした方がいいというような状況もありえますよね。無駄にオフィスに集まる必要ないわけですからね。その場合にはどんなような条件が必要かっていうようなことを今日は考えたと思ってください。その他の働き方の人も多いということは当然です。で、次に、在宅勤務を家族関係の調整のチャンスにできた人とできなかった人の違い。そうですね。で、これは、先ほどありましたけれども、その分業の見直しができたということが重要だったと思います。で、じゃあどういう人がじゃあ分業を見直せたのかっていうね、これがね、分かるほど詳しい調査ではないんですよね。そうですね。でも本当に実際のその家族関係、その中でどう、話し合いができるかっていうようなことが、重要だったんではないでしょうか。で、それから先ほど言いましたように、上司の側の対応ですね。で、それから、その社会的なケアがあるっていうこと、保育園を、さっさと閉められてしまうと、非常に困るんだけれども、そこを死守していてもらえると、随分家族は調整のしようがあるというようなことはありますね。それから、公的な保障がもっとあれば、家事負担増加と家族関係の向上悪化の違いを示した棒グラフが違う様子を示したか。これ何の公的保障のことでしょうね。
休業保障とかですかね。その公的なサポートっていうのが、今回どのぐらい働いたかっていうことは、またちょっと来週、もう考えたいと思ってるんですけれども、そうですね。いろんなタイプの保障がありますよね。これはね、経済的な保障なのか、で、あるいは、代替的な社会的ケアなどがあるかってこととかですね。ちょっとそのあるものによって変わっていくでしょうね。でももちろん、家族内の関係っていうのは、その社会から独立してあるわけじゃありませんので、その社会の条件が変わっていけばね、その家族内の関係は、変わります。そうですね。男性、女性、配偶者、有無でのカテゴライズにムズムズしてしまいます。なるほど、なるほど。で、家事、育児を共同で行う同居人がいるかどうかのカテゴライズの方が個人的にはいいかな。なるほど。男女で分けたりするのが、あんまりピンとこないっていうことですかね。これはね、すごくね、今難しい論点なんですよ。その人間は男と女に分けきれない。今回もその X ジェンダーの人とかも回答紙に、回答の選択肢に入っていて、X ジェンダーにつけてくれた人一人いました。ですが男女で、に分けてしまうっていうことの、が何かを見えにくくするっていう問題はもちろんあります。で、それでね、そのジェンダー統計っていうのを、が取れ、を取らない方向がいいんじゃないかっていう考えも今あるんですね。ちょっとね、話が今分かりにくくなってるかもしれませんけれども、今日は、ジェンダーへの効果に配慮した政策が必要だっていうことを言いましたね。で、それをするためには、ジェンダー別の統計というものが必要になります。で、今回のこれで、その仕事を失った人は女性に多いのか、男性に多いのか。っていうようなことを、例えば統計を取ってみる、ということが、ジェンダー統計ですね。で、いろいろな統計がそのジェンダーによって、ジェンダーが明示される形で、公表される国っていうのも、多いんですが、多くなってきましたけれども、日本は、これが非常に少ないです。例えば今そのコロナの、の患者さんね、男女のどっちが多いのかとか、いうのはなかなか公表されてませんよね。一見して分かりませんよね。で、この、男女で分けないと、男女でその違う経験をしてるってことが分からない。で、それによって、その対策が、を取ることが、をできなくさせるという面があります。で、ですから、その、ジェンダー別の統計を取るべきだっていう主張っていうのは、非常に真っ当な主張としてあるんですね。で、一方で、その男女別で、統計を取ったり何かを集計したりすることに反対の意見も今出してくださった方のようにあります。で、それはそれでね、意味があることなんですけれども、でもどうなんですか、その例えば今回その女性の方がその家事育児負担が多かった、というようなこと、これは、社会に知られる必要がないでしょうか。私はね、やっぱり知られるべきだと思うんですね。で、この、ジェンダー別の経験が分かるような形での統計の取り方、それがもう当たり前になった社会で、で、しかし、常に男女で分けるのはどうなんですかっていうふうに言っていく、これは意味があることだと思います。でも今、日本みたいにね、男女別で何も示さない。男性と女性の経験がどう違うのかも、認識されていない社会で、で、いっぺんにその、男女別の、統計の取り方っていうのをやめてしまえっていうのは、私はやっぱりちょっと、逆行していると思いますね。というふうにちょっとお答えさせていただきたいと思います。その言いたいご趣旨がわからないわけじゃありませんけれども、それによってその失うものの方が大きいというふうに私は思います。
で、これは、コロナによる環境の変化で一時的なものなのか。ケアの負担、ケアの危機とかのことですかね。コロナで強められていますけれども、高齢社会で、ケアの危機が強まっていく。これもね、本当はね、高齢者って言っても、身体的にその依存的な人たちばっかりでもないんですよね。健康寿命というような言い方があって、例えば日本と東南アジアの国なんかを比べたときに、その高齢化率は日本の方が高いんですけれども、ケアが必要な高齢者っていうのは、結構その東南アジアの国の方が多かったりして、つまり、いろんなことでその健康が損なわれている高齢者が多いわけなんですね。だから、それの違いもありますから、高齢化によってケアの負担が一般に高まるとももちろん言えないんですけれども、コロナがなくてもこのケアが回るかどうかという問題は常にあります。で、ちょっとちらっと言いましたように、出生率が非常に低いですね。で、これは、この問題の表れだというふうに私は思っています。この社会では、ケアの価値やケアの負担に十分に、注意を払ってこなかった。だから、子どもを育てる負担というようなものが、産んだ人たちが、アンラッキーだったね、みたいな感じで、自己負担することになってしまって、でもそんなことはできないからというので子供を産まないと、いうようなことになってるんじゃないでしょうか。では、他にもご質問いただいているようですけれども、時間が来ましたので、このあたりで終わらせていただきたいと思います。今日はどうも、ご清聴ありがとうございました。いい質問もありがとうございました。